グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。防草対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ホームページにあった当社のウッドデッキの施工例のようにしたいとご希望がありました。ご希望に合わせたウッドデッキにするため、すべて取り替えることにしました。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。奥に見える小さな扉は手作りの門扉です。ウッドデッキいっぱいにワンちゃんが快適に走り回れる広さです。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて、高さ1.5メートルのフェンスを設置しました。フェンスの隙間は外からの視線がカットできて、風通りが良くなるように寸法を決めました。周辺環境に合わせてウッドフェンスの寸法を決めていきます。手作りのウッドフェンスなので、ご希望に合わせて自由に設定ができます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。